電子戦電子攻撃、ジャミング EA-18G グローラー電子戦機、護衛艦、霧島搭載の電波妨害装置。ジャミングは、レーダー波に対する妨害のこと。電波妨害装置によって行われる。アクティブ方式は、電波ノイズで信号を受信できなくする、ノイズジャミングと、疑慢の二つの方式がある。レーダー波の使用する電波と同じ周波数の強い。 ノイズ電波を放射し、本来の目標ものからの反射波をこのノイズで隠蔽するもの。電力妨害とも呼ばれる。強力な電波を放射するので、自らの位置を知らせるのに等しく、航空機であれば、周囲の遊軍機をレーダー探知から守れても自らは目立つ存在となる。ため、その位置取りには工夫が求められる。スタンドオフジャミングと呼ばれる遠隔ジャミングを行うか、 友軍機に同行するエスコートジャミングを行う。レーダー電波や通信電波以外でも、例えば GPS のような全地球的な衛星測位システムの信号電波に対してジャミングをかければ、敵の GPS 誘導爆弾の誘導精度が保てなくなり、部隊でも位置情報が得られなくなる。ノイズジャミングでは、友軍も同一周波数帯は利用できなくなる。 1. 1筐体域連続波、妨害 2. 交体域雑音妨害 3. 周波数相引妨害パルス圧縮レーダーに対して同一の周波数のジャミング電波を放射してもその効果は著しくそがれて妨害波の実行電力が30から1000分の1程度相当まで低下する。パルスドップラーレーダーも同様である。サイドローブキャンセラーではレーダー信号と相関のない妨害波の 有効電力を100から1000分の1程度にまで低下させる。21世紀現在では、こういった特定周波数に対するノイズジャミングを避けるため、素早く周波数を変更する、周波数アジャイルレーダーや周波数ホッピングレーダーと呼ばれるものがあり、必要ならば1パルスごとに周波数を変更する。搭載型の電子疑慢装置の概略。 DRFM の基本構成パルス圧縮などの高度なレーダー波を複製するには、旧来の単純な連続波パルスを放射するのではなく、高速度で受信波形を記憶して再生できる DRFM の使用により、複雑な波形そのものまで複製した放射が必須となる。瞬間帯域幅が 500mMhz-1GHz ものまで存在する。疑惑の種類と方法疑惑には、 距離疑慢、方位疑慢、速度疑慢がある。これらは多くの場合、同時に組み合わせて使用され、敵レーダーの本来の目標である時期や、友軍の機体、船体、車体の位置を隠蔽して、ミサイルや砲弾による、被弾のリスクを最小にする。疑慢対象のレーダー派は、周波数をホッピングすることで、探知や疑慢を逃れようとするので、疑慢側もその周波数を追随しながら、 疑問信号を放射する必要がある。以下にレーダー派の基本的な疑問方法について示すが、21世紀に使用される、実際の兵器では、すでに、これらを超える、新たな電子技術が使用されている。パッシブ方式は通常、デコイを指す。ステルス技術もパッシブ方式に含まれる。デビッド・アダミー、電子戦の技術基礎編東京電機大学出版局、2013年。 ISBN 978から45億132万9402。ABC 吉田隆第11章特殊なレーダー技術。海底レーダー技術原子情報通信学会。1996年。273から298ページ。ISBN 978から48億8552万1393。 ABC 防衛技術ジャーナル編集部編、防衛用 IT のすべて防衛技術協会2006年4月15日、初版第一冊発行は ISBN4 億9900万 2981X1 パルスでは、多数の反射パルス信号の積算によって、ノイズ成分を除去できないため、チャープ信号や疑似信号列を重積した特殊なパルス、信号波を使用する。 パルス圧縮技術が使用される。ロンノルディーンチ高橋不彦監役、重沢厚子役、現代の航空船、原書房2005年5月15日第1冊、発行 ISBN45 億62003万8691。ありがとうございます。